エリザベート・シャルロット・ド・バビエールは、オルレアン号フィリップ1世の2番目の日、ドイツ5名、エリザベート・シャルロッテ・フォン・デア・プファルツ。フランスでは、ラ・プランセス・パラティーヌ、名前を略して、リーゼ・ロッテと呼ばれた。プファルツ選帝公カール1世ルート・ビヒト、最初の日、シャルロッテの長女として、ハイデルベルク城で生まれた。選帝公カール2世は兄、イギリス王権ハノーファー選帝公。 ジョージ一世は重帝にあたる。少女期は、ハノオファー選帝公妃であるオバ・ゾフィに養育される。1671年11月21日、フランスをルイ十14世の弟、オルレアンコー・フィリップと、政略結婚した。オルレアンコーは、最初の日アンリエットと前年に死別していたが、同性愛者としても知られる人物であった。エリザベートはもともと、オルレアン公との結婚を望んでおらず、 結婚生活は不幸なものになった。それでも二人の間には三人の子供が生まれた。1674年、ルイ14世の愛称であったルイーズ・ドラバリエールがカルメル回収動員に入る際には二人の子供ルイとマリー・アンヌを託され養育している。エリザベートはその後何度かルイーズを見舞い、託された子供たちの成長を告げている。1685年、エリザベートの兄カール2世が 死死のないまま死去し、ビッテルスバッフハケヘプファルツ系のプファルツジンメルン家の男子が耐えた。プファルツ選定校は、同族のプファルツノイブルク公フィリップ・ビルヘルムが継いだが、ルイ14世は、プファルツ選定校家の相続人は、エリザベートであるとして介入。プファルツ継承戦争が起こった。1697年にレースウェイク条約が締結。ルイ14世は、フィリップ・ビルヘルムの息子。 ヨハンビルヘルムのプファルツ選帝校くらいを認め、エリザベートの継承権主張を取り下げた。ルイ14世と、ポーランドをアウグスト3世の対面画面の中央に、リーゼロッテが描かれる1701年、オット・フィリップと死別。1715年に、ルイ14世が崩御すると、エリザベートの長男フィリップ2世は、要をルイ15世を補佐して、フランス摂政となった。 エリザベートは結婚した1671年から1722年の死去直前の51年にわたり多くの所簡を残した。ほとんどは父方のおばゾフィーとイボ妹、ルイーゼ、ゾフィーの孫、ゲオルク・アウグストのヒキャロラインにあてて、フランス宮廷の服装や儀礼について述べている。また、おば、ゾフィーを通じて知り合ったライプーニッツとも文通していたが、会うことは、生涯なかった。 大同盟戦争の結果次第では、オルレアン公が、プファルツ選定公を兼ねる可能性があったが、実現していない。また、チャールズ一世の子孫を除けばやはり、オルレアン公が、イギリス王位継承権の最長系の血筋に当たるが、同時に、イギリス王室は、カトリックの継承権を認めてこなかったため、英国王位が回ってくることもなかった。ありがとうございます。